エドワルド・ビベイロス・デ・カストロ、2007年ブラジリアで撮影。エドワルド・ビベイロス・デ・カストロは、ブラジルの人類学者。現在、リオデジャネイロ連邦大学が運営する、ブラジル国立博物館の教授。数多くの著作、論文があり、ブラジル人類学とアメリカニスト民族学において、重要な貢献をなしている。主張は次の通り。フロムザエ・ネミー。 エスポイントオブビュー、ヒューマニティディビニティインアンアマゾニアンソサイティアマゾーニア、トナロジーア E、エストージャインディヒナ A、インカンステンシアダールマセルビジム E、アウトロズインサイズでアントレプロジーア、ビベイロスデカストロはリオデジャネイロ出身。これまでに、フランスの社会科学高等研究員、シカゴ大学、ケンブリッジ大学で教鞭を取った。 アメリカインディアンの遠近法主義についての研究を発展させたことが主要な業績とされる。ありがとうございます。